で現在速度として運転を行っております。現在常磐線などはこの先龍ヶ崎市屈指を間、強い風が吹いているため速度として運転を行っております。この列車につきましても龍ヶ崎市を発車いたしまして、自身運転が速度として運転をする予定でございます。The next station is Fujishiro. フジシロ駅までの間、強い風が吹いているため速度として運転を行っております。ここからの橋梁時ですが、強い風が吹いているため速度として運転を行っております。列車が遅れましてご迷惑をおかけいたしますが、安全運行のためご理解とご協力お願いいたします。次のフジシロ駅まで速度として運転を行います。まもなく富士城に到着です。降り口は左側でございます。到着遅れましてご迷惑をおかけします。
4分後小橋の到着です。次は砦です。The next station is 砦 JJ10。ご注意ください。列車は到着1分後に到着します。到着後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 は到着1分
4番線特急列車ご利用でのお客様に行き先変更につきまして繰り返しご案内いたします。4番線8時28分発予定の特急列車3号ですが、本日強風による影響で行き先を仙台行きから岩木行きと変更させていただいております。4番線8時28分発特急列車3号ですが、本日行き先を岩木行きと変更とさせていただいております。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。本日も最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、 X、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジアイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近 LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us.